ファン送然。ナンバー・アイが新曲、ブロー・ユア・タワーで放つ驚きの新たな一面とはナンバー・アイは4月12日にデジタルシングル、ブロー・ユア・タワーをリリースすると発表し、TBS 系列の CDTV ライブ、ライブでこの新曲をテレビ初披露した。これは彼らが1月にファーストシングル、ゴートをリリースしてから初めての出来事だ。 この日、番組で披露されたオフショットは、番組名物のネオン館サインの壁の前で撮影され、メンバーの平野紫陽、岸優太、神宮寺優太がポーズをとっている。ファンからは、新曲に対する、大人っぽい、エロ切ないといった声が相次いでいる。ゴートのインパクトが強すぎて、2ND シングル、ブローイワカバーがそれに劣るのではないかという心配もあるようだ。しかし、彼らの考え方や世界観から考えると、今回の、 ブロイワカバーが選ばれたのは間違いないとの声もある。ファンたちは彼らの多面性や新たな方向性に期待を寄せている。ファンは昨日の CDTV でのパフォーマンスについても熱く語っている。彼らの流れるようなダンスや心地よい歌声に魅了され今後の活動が楽しみだと感じている。また、新曲の MV が公開される4月12日を心待ちにしている様子だ。ブロイワカバーの魅力は その美しいメロディーやパフォーマンスだけでなく、メンバーのギャップや笑顔にもある。彼らの武器は多岐にわたり、その表現力にファンはうっとりしている。この3人の魅力的なパフォーマンスを見るたびに、新たな発見があり、彼らのファンであることを誇りに思う。新曲、ブロー,イー・ユア・タワーのリリースを控え、彼らの活動に対する期待が高まる中、今後の彼らの成長や挑戦について、ファンたちは楽しみにしている。ナンバー アイが4月12日にデジタルで新曲、ブロー・ユア・カバーをリリースすることを発表しました。これは彼らのファーストシングル、ゴートに続く 2ND デジタルシングルとなります。そして、この新曲は彼らにとって初めてのテレビでの披露となりました。私がこのニュースを知った時、率直に言って驚きました。なぜなら、ゴートは非常に強烈なインパクトを持っていたため、2ND シングル、ブロー・ユア・カバーがそれを超えることはできるのか 心配になったからです。しかし、この曲の方向性を考えると、彼らが選んだ道は間違っていないようです。様々な声が寄せられています。中には、大人っぽい、エロ切ないというコメントもあります。これは、彼らの新しい曲がどのような雰囲気を持っているのかを想像させますね。そして、そのオフショットを見る限り、番組の名物であるネオン館の前での写真は、彼らの個性をよく表しています。 ただし、私はこの新曲がどのようなものになるのか楽しみにしています。彼らの表現力やダンスパフォーマンスは常に魅力的で見るものを引き込みます。そして彼らのトークで見せる笑顔やギャップも彼らの魅力の一部ですね。また、ファンからは様々なコメントが寄せられています。彼らの今後がどのように展開されるのか本当に楽しみです。彼らは様々なジャンルに挑戦していると言われていますが、 それがどのような形で現れるのか、私たちは見守る必要があります。最後に、彼らの今後に対する期待や楽しみも大きいです。彼らがどのように成長し、どんな新たな挑戦に取り組むのか、ファンとしては目が離せません。彼らの多彩さや魅力に、私も浸水しています。4月12日のリリースと MV の公開が待ち遠しいですね。これからも彼らの活動を熱心にサポートしていきたいと思います。 ここで、皆さんに質問です。あなたがナンバー、アイヌファンであるなら、彼らの新曲、ブルーイワカバーに対する期待や感想はどのようなものですか彼らのこれからの活動について、どんなことを期待していますか